最近カリとチャイちゃんは怖い話が大好き。毎日のように2人で怖い話を言い合ってるんだよ。でもさ、チャイちゃん怖い話が好きっていう割には超怖がりで、話をしててもなかなか進まないんだよ。そんなにカリの話って怖いのかな。あ、そうだ、今日はカリが話す番だからさ、みんな聞いてみて。学校の3階のトイレに行ってさ、手前から順番にノックしていくんだよ。あー、チャイは絶対無理。鳥肌立ったよ。ちょっとカニちゃん提案。何提案って？もう怖いからさ、ノックやめない？ノックやめるとかあるの？あるある。出待ちしてる幽霊さんがいるからな。結構待ってもらってるし。ああ、そうか、待たせてるのか。じゃあノック以外の別の登場の方法をお願いしてみようか。ああ、でも予定以外のことになっちゃうとまたギャラとか変わってきちゃうんじゃない？そうかも。そっちの方が怖いね。じゃあいっそのことこのお話やめちゃおうか。それはダメ。一度進めた話は止めないって決めてるの。ああ、そうだね、チャイちゃんのポリシーだもんね。よし、よしよし、カリちゃんもうノックして。よし、チャイちゃん分かったよ。よしよし、深呼吸。じゃあもう一回最初から話すね。学校の3階のトイレに行ってさ、手前から順番にノックしていくんだよ。オーケーオーケー。カンカンカン、花子さんいますか？そして3番目の扉にカンカンカン、花子さんいますか？そしたら中からはーいと言って中に引きずり込まれるんだよ。怖い、カリンちゃん大事なところで噛んじゃった。あー、やっちゃったよ。きっとカリンちゃんはチャイを怖がらせないためにわざと噛んだんだと思うの。カリンちゃんってほんと頼りないけど、バカがつくほど優しいよね。